Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when we felt small. 緊急事態、緊急事態。待って。バチかわいい。ちゃっちゃかちゃっちゃかとメイクをしていこうと思います。意外と時間がない。よし、むき卵。これからライブっていう実感がないんだけど、やば。え、本当に卒業しちゃうの？え、卒婚？理解ができない。そんな感じがしてない。全然卒業しちゃうかもよライブじゃないの。はい、ということで動画の途中に失礼します。おはにちは、あちらです。山下美月ちゃんの卒業コンサートが行われて1日目だけなんですけど参戦をしてきたので、その時の様子を Vlog と、そしてお兄ちゃんと一緒に行ってきたので、帰ってきてレポを話してるところをお見せします。 Vlog とレポがガッチャンコしてるよっていうのをちょっと今伝えたくて。それでは続きをどうぞ。本日もカラコンは天使の涙です。卒業か。だって去年の今頃はさ、ラスカちゃん卒業しちゃうのみたいな感じでさ悲しんでたのにさ、1年後はみずきの卒業を悲しんでるんだよ。びっくりなんだけど、考えられない。1年経つの早すぎるし、まさか1年後に卒業すると思ってなかったし、なんかそわそわしてる。卒業ライブだからか。卒業しちゃうの？やっぱ卒業してほしくないのが本音じゃん。それはさ、どのメンバーちゃんに対してもそうなんだけど、ライブは行きたいけど卒業してほしくないから行きたくない。今日の私の目標は失恋お掃除人を聞くことです。本当に好き。 LINE のさ音楽設定できるやつ、あそこで中学生かな、これずっと失恋お掃除人だった。若様軍団大好きだから、これ失恋お掃除人もやってほしい。え、ピアス取れてる。え、ちょっと待って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 、緊急事態、緊急事態。待って、ピアス取れてる。どこで、いつで、え、これキャッチボール。え、これランゼちゃんのお店で買ったやつなんです。しかもランゼちゃんが選んでくれたんです。待って、あった。ああ、焦る。寝てる間に取れたのかな。よかったって。もうマジでよかったって。なんかもう疲れた。ごめんね、みんなに話してる時間がない。私はね、これからスケッチブックを買いに行かないといけないっていう任務があるの。急がないといけないんだよ。伸びたい。いい感じじゃねえか。メイクは終了。どうしよう。はい、どうしよう。はい、ツインテールで。え、マジ卒業って感じしないんだけど、普通にただライブに行く人。今卒業しちゃうって実感がない、マジで。バイバーイ、いってらっしゃい。映ってないで。チケットで見つかったから。キャンセル待ちが2回。画面で見るよかった。じゃあまた会える。またすぐ会える。そしたら右左線に行く。今しばき分かんない。やば、ソファに飾ります。すごすぎる、マジですごい。やば、こんな喜んでもらえる。めっちゃ嬉しいんだけど。え、ガチやばい。え、超可愛い。言葉がなくなっちゃう。ありがとうございます。わざわざ時間かかったけど、足元だけやばい。チームスタート。え、めっちゃ映ってる。ラッキーだもん。東京ドームで赤色を残して帰りそうだった。危ない危ない。爪痕、爪痕、赤い違い。なんかさ、色合い似てない？楽しかった。ちょっと家でゆっくり話しましょう。はい、演出がとにかく面白くて好きだった。こういうの大好き。わかる。ね。
物語っぽくなってるし、面白い要素も入れてるし、感動する要素も入ってるし、最高。本当に窪下の場面が少なすぎて、本当に後半の後半のありがちな恋愛で振り付けで隣で2人で踊ったぐらいで、それ以外ずっと絡みないの。でその前とか久保ちゃん全然瑞希の方見ないようにしてるんかっていうレベルで全然だったよね。目も合わせてなかったし。だけどアンコールの断機支援で瑞希の温かいって言ってた。でずっと瑞希が久保ちゃんに投げキス送ってた。あ、そうなの、うん、かわいい。超かわいかった。でも本当にあれだったね、後輩とって、うん、後輩にスポットライト当てるみたいな感じで、ランダーメンバーちゃんにもめっちゃスポットライト当ててくれてたし、だからみんな多分トロッコ乗ったんじゃないかなっていうレベルだったよね。トロッコはどうでした？トロッコ全然なんか将来作詞家になりそう。歌詞みたいなのあるかな、うん、あ、本当本当いい歌詞だった。よっしゃー、ただいまー、ありがとう、いただきます。あー最高に楽しかった。いやマジで明日も見たい。絶対明日感動パターンじゃん。久保下不仲説って思うぐらい絡んでなかったよ。喧嘩した彼氏と彼女が舞台出てきちゃったみたいなぐらい、久保ちゃん全然瑞希の方見ないの。もうね、2曲目の制服のマネキンから泣いたよね。泣いたっていうか、一番最初瑞希ちゃんが高いところから月に乗って出てきたの。その時に言った言葉でもう私涙。でも多分瑞希ちゃん的にはさりげないことだったと思う。もうそれであっ、そっか卒業しちゃうんだなってそこで思ったかも。最初の影穴から面白かったからね。うん、マジエンちゃんとアルノちゃん噛み噛みすぎて。そうなの、エンちゃんがほら逆にアルノの方がしっかりしてた。めっちゃおもろかったよ。イロハちゃん噛み切ってた。あのアルミちゃん公式、しかも前ちょっと巻いてて超そう、マジ可愛い、バチ可愛い。シングアウトでなんかいいことってバスカちゃんにしてたみたいなこと言ってたんだって。あの期間そういえば瑞希出てなかったもんね、シングアウトの期間、うん、てか演出すごかったよね、うん、マジで。そこシンクロに関しては初先発曲じゃん、うん、それをセンターでやってる瑞希を見て俺は感動した、うん、今やね逆に乃木坂だったんだこの子って言われるぐらいさ活躍してるわけじゃん。で言われたもん、インターン先の人とかでライブ行くんですみたいな、山下瑞希ちゃんっていう子の卒業ライブでって言ったら、え、あの女優さんって言われて、え、なんか乃木坂なのって言われて、逆にそれで乃木坂知ってくれる人もいっぱいいるからね。ガルルねー、来た瞬間上がった。降りてきてるのも最後だなって思ったからさ。なんかで泣いてたの急に引っ込んだのってさ、ここら辺だったよね。どっかでさ泣いてたのにさ、爆竹のせいでさ涙引っ込んだって話したよね。でもこの軍団の流れはすごい俺は素敵だった、ね、マジで最高だった、本当に最高。そう、若様軍団で終わりだと思ってたから、だからさ、そのメンツもさエモかったよ。エモかったね。そう、3人で失恋お掃除にやって、まず失恋お掃除にやってくれるんだ嬉しいみたいな。白米様よね、お米がよそってあるのに一つだけ席が空いてたから、んここに誰が来るんだ。瑞希がさ若様軍団を抜けてくると思ってなかったから、抜けて私白米になるみたいな、もう歌うじゃん。だけどやっぱり私は白米になれないって言って、だからこれは一誉れに託すねって言って、みんちゅんが被り物されたの。あの前日の時と同じ5個目の被り物されて、え、なんで私の、なんで私なのみたいな、キョトンという顔をしながら踊ってたの、みんちゅんが。それがバカ可愛くて。で、その次が二度目のキスから、ヤクボちゃんとハズキがみずきの肩をこう持ち始めたの。こうやって持ち始めて、何すんの、その人ベレンってやばいやん、うん、両端ね。まあ破れるやつなんでもいいよ、うん、って肩がジャンって出たの、うん、いや怖い怖いと思って、めっちゃ心配になっちゃった。大丈夫と思って、最初の T シャツに軍団って書いてあったの。それをおもろいねって話してて、ビリッて破けてオフショルになって、2度目のキスから、2度目のキスからがあやめんとあやてぃとくろみんだったね。マジあやてぃ似合ってた。一番ね最年長だと思えない。ああそう、ふんふん。ちょっとちっちゃい帽子みたいなのあるじゃん、ここにペタってつけるやつ、あれをつけてたのよ、あやてぃ。マジで似合ってて、え、かわいすぎる。他の2人も超似合ってた。軍団に入る前の VTR がマジでおもろかった、ね、超おもろかった。2017年に起きた戦の話みたいな、うん、東京の地図をこう3つに分かれてて、そこに3人のイラストがあって、対立する中、若様軍団は最後に軍団ができたということもあり、他の2つの軍団に喧嘩を売られないように楽曲も一番最後に出し、ひっそりと MV を出しみたいな感じで言って、その頃貴重なスプーンが発見されみたいな、超面白かった。今日スターさん言ってたっぽい、ゴリケンさんと写真撮っ
ってる。日村さんはやっぱり来れないね、週末はね。え、みどきに何プレゼントするんだろう、二人、ね。あ、そうだそうだそうだ。二度目のキスからの時に、あのモニターの周りにさ、なんか演出とかついたりするじゃん。なんか枠みたいな。うんうん、そこがさ、ヘルメット。ね、そう、でも瑞希もハチがでかいっていう話を最初の頃にマナスと2人で乃木中で比べてたこともあったから、めっちゃいじってるじゃん、愛あるなと思って、それはニーニーに言った。ヘルメットヘルメットとか言って。面白い演出多かったよね。え、戻っていい？いいよ、戻ろう。欲望のさ、ね、あれやばくない？やばい、あれなんかあれは本人たちのお顔を見せるっていうよりかは映像として綺麗ですよ、見てくださいっていう感じの演出だった。恋サミオが始まった時にみーきゅんがちょっと待ったー、うん、なんで山下軍団なのに私がいないんですかみたいなこと言ってて超可愛かったよね。大活躍でしたね、今日。そう、マジで大活躍だった。しかも、じゃあ今から入団テストをします、私の一番いいところは何ですかってみーきゅんに聞いたの。可愛いって言ったら、はい合格ってめっちゃ即答した。超おもろかった。それ試験に必要そうそうそう、必要じゃない、誰でも言えちゃうし誰でも入れちゃうの。この2つの間の演出も面白かった。面白かった。昔のさ、ゲームのやつだったじゃん。あ、そうだ、ブルーベリーじゃなくてブリー&ベリーじゃなくて、え、2人の世代に流行ったやつ、着せ替えのやつあった。着せ替えのやつ、ブルー&ベリー、なんかそういう感じだよね。ベリー&ブルー、そんな感じね。そんな感じのやつね。あ、そっか、同世代だから。そうそうそう、虫キング世代です。同世代っていうか、その同い年なんで、ブリー&ベリー、なんて名前だっけね、わかるよ。なんとか&ベリーだよね。なんとか&ベリーだと思った。ラブ&ベリーじゃん。あ、それだよ。すごい、ラブ&ベリーだ。ラブ&ベリー、そう、ラブ&ベリーの演出だった。着せ替えてねみたいな、こうやってずっとやってんの。こっちがさ、右へとか言うと絶対左選んでんの。めっちゃおもろかった。今日のおばあちゃんが瑞希だけだったんだけど、新しく写真集撮りに行きましたみたいな感じで撮ってて、何種類かあったのよ、瑞希ちゃんの雰囲気とかメイクとか服装とか。そのうちの1個が絶対これアベマみたいな、アベマで小指洗ってる感じに、ね、これから私狼に出ますみたいな感じの瑞希だったの。え、これ狼じゃんだけって17分間入る前だよね。そう、いい声だったよね、完全にね。私がアイドルになる世界線じゃない世界線みたいな、それの入る前だ。香港公演に行った時に、ヨダちゃんと5年後に自分のところに手紙が届くお店に行って、2人で5年後の自分に届く手紙を書いて送ったらしい。でそこに、どうしてますかみたいな、乃木坂はどうなってますか、まだ乃木坂で活動してますか、今日卒業連だよみたいなこと言ってて、自分が乃木坂じゃない世界線だった、アイドルじゃない世界線だったらどうだったのか、学生時代の頃どうだったんだろうみたいな感じで、学生時代風なのに戻って、なんかドラマみたいな感じだったよね、うん、ちょっと短いドラマ見た感じ。パンかじって走ってバス乗ってきて、でまた別の日にはそのままターって乗ってきて、ちょっとこの主人公、私たち目線のことを会釈するみたいな。でどんどん瑞希が座る位置が近くなってきて、ついに隣に座ったと。でその時に、たった17分間君のを見ていられるみたいな、君のそばで君を見ていられる、あの歌詞、17分間のあの歌詞が出てきて、17分間だってなって17分間を披露したっていう。すごいね、すごいよね、めっちゃびっくりしたよね、あれ。演出がすげえなと思ったよね。あ、そうだ、違う違う、17分間の最後だよ、さつきね、みずきとさ、シュワシュワがさ抱き寄せた時にさ、さつきがちょっと映ってたの、後ろに。あ、だけどスッて後ろに引いて自分が映んないようにしたの。この子は本当にすごい子だなと思った。すごいね、そう、本当に周りが見えてるというか、えっと思った。自然とできる感じがすごいね、うん、ほんとすごい。いや、瞳の瞬間震えたよね、やっと来たと思って。二人でさ、背中合わせてこうやってってしてて、ね、そうそうそう、久保ちゃんがもうこうやって積極的に言ってたけど、瑞希はもうこんな感じ。ほんとにこの二人と思って、もう見れないんだもんね。あとブクブク入る前の振り、乃木坂に入ったおかげで、うん、自分のことを少し好きになれましたみたいな、これからも乃木坂をよろしくお願いします。で、どのタイミングだったかな、ボクボクかな、うん、最後の最後らへんでセンターモニターに手紙みたいなのがピラッて開いて、ギューンって、まあ、アニメーションなんだけど、うん、でそこに瑞希の字、うん、でメンバーへのメッセージが書いてあって、うん、一番最後にこれからも乃木坂46を守り続けてねって書いてあって、なんか守り続けてねって言い方も素敵だなって思うし、やっぱ素敵なグループだなってめっちゃ思った。軍団来た瞬間マジで上がった。当時の小学生だった自分が急に出てきた感じ。あー、若様軍団みたいな。 MV かなんか一緒に見た記憶がある。マジ？うん、失恋の掃除人の、うん、子供の前
やるんだこの子たちと思って良すぎた、マジで楽しすぎた。はい、という感じでいかがだったでしょうか。 Vlog とレポをお届けさせていただきました。今卒婚2日目も終わって2日ぐらい経ったんですけど、やっぱ寂しいし、1日目参戦した時は卒業ライブって思えないぐらい楽しいライブにしてくれて、しかもなんだろう、いろんな子が目立つようにというか見てもらえるように、なんかやっぱり素敵だなってとても思いました。みずきちゃんがいないシングルが想像できないし、歌番組とかでの姿でなんかよりあって思うんだろうなとも思うから、寂しいですけど、でもゆっくりとにかく今お休んでほしいなっていう気持ちで本当にいっぱい、自分の時間を大切にして自分のために時間を使ってほしいなって思います。本当にお疲れ様でしたっていう気持ちと、たくさんたくさんありがとうっていう気持ちでいっぱいです。という感じで、年内チャンネル登録者数様5000人様を目指しております、あちらだと申します。ぜひこの動画が少しでも良かったなって思ってくださったら、チャンネル登録、高評価、コメント、そしてプラスの拡散もぜひよろしくお願いします。 X、Instagram、TikTok のフォローもお待ちしております。覗きに遊びに来てください。それではまた次の動画で、バイバーイ。ありがとうございました。卒業おめでとう。